気に上空が明るくなってまいりまして、うっすらと日も差してきた、そんな感じです。シリーズ4日目の攻防が続いている尼崎センタープール、 SC 第34回グランドチャンピオン、予選レースはあと2つです。11レース予選競争を迎えました。1号艇仏島誠、2号艇吉川元博、3号艇西村拓也、4号艇瓜生正義、5号艇山口剛、6号艇関博也、以上6選手の対戦となります。特にボーダー近辺の争いがかなり熾烈ということになっています。準優進出を目指しまして、ここまず高枠1号艇の仏島誠がインコースと進入ということになります。気がつけばここまで4着以下なしの安定感、俊敏かつテクニカルなハンドルで展開不問の強さを見せます、この1号艇仏島。シリーズ待望の初勝利で明日の準優へと弾みをつけてくるか。そして2号艇吉川元博、2コースと進入です。予選突破厳しい状況とはなっておりますが、地元の意地があります、プライドがあります2号艇吉川。3号艇の西村拓也はその外に続いてセンター3コースから、大崩れは禁物です。ピストンを変えてきた3号艇西村、4号艇の瓜生がその外下げる格好となって、5号艇の山口は5コースと進入、大崩れ禁物の状況。6号艇の関博也も勝負がかり、大外6コースから迫ります。3対3と分かれて、並び打ちから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コース、トップスタートは2号艇の吉川ですが、陰線1号艇のブス島がグイッと伸ばして先頭を取った1号艇のブス島マネット、2号艇吉川が差していくが、3号艇握る、うち5号艇がスルッと山口ワックセッチ入ります。先頭は1号艇堂々押し切ってブス島、2番手が5号艇の山口と2号艇吉川、さらには3号艇の西村、スタートは正常でした。一周には先頭で回ります1号艇の仏島、2番手から続くのは5号艇の山口で、上位体系は1番5番の体系、3番手打ち2号艇の吉川で、4番手以降3号艇6号艇4号艇が続いています。2周目に入りまして、先頭1号艇の仏島誠、2番手からは5号艇混戦、外から捉えてきました山口、3番手からは2号艇の吉川で、上位3艇は1号に、4番手は3号艇西村、5番手6号艇の関、4号艇ウィングがその後方となっています。地元の1、2号艇吉川が0台前半のトップスタートを仕掛けてきましたが、負けじと0台前半へとビシッと踏み込んだ1号艇の仏島が、ここ一戦堂々の押し切り、2番手5号艇の山口で、3番手の次は2号艇の内側から3号艇の西村が迫ってくる。さあ3号艇か2号艇か、3番手は一気に並走と変わって最終周回の1番を目指します。3号艇の西村が今度は内から伸ばしていく体勢で、内からは6号艇、外には2号艇の吉川ですが、3号艇振り切るか、いや6号艇も接近、それでもかわした3号艇西村、上位体系は1番5番3番の体系となります。ラストマークは旋回に移りまして、先頭1号艇の仏島マット、シリーズお待たせの初白星、2番手から続くのは5号艇の山口で、3番手は3号艇の西村が懸命の粘り、上位3艇は1番5番3番です。11レース先頭1番仏島ボリン、2着5番山口ボリン、3着3番の西村ボリン、6番2番ボリン、4番がボリン、以上尼崎第11レースでした。予選最終日の冒頭です。尼崎第11レース勝ちました仏島誠選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。待ってました、ようやくここに来てくれましたということで、勝った選手には焼き菓子アマンディーヌのプレゼントをしております。予選ラストの戦いでした。しっかりと人気に応えました。ではレース振り返ります。1ふた3、4、5、6の枠なり3対3です。仏島選手1コース、スタートはコンマ03あたりで入っていきます。はい、お越し行き足いかがですか。そうですね、もうスタートも行く気で行って、最後ちょっと様子見たんですけど、勘はしっかり合ってました。でここから初動からターンの出口まで、あちょっと手先が浮いてましたね。いかがですか。あんまり感触としたら良くないんですけどね、先に回れた分というところですかね。船券絡みの戦い、ドリーム戦前にいわゆるセット交換を行って、はい、今節は、ね、20人以上がセット交換を行っていますけれども、はい、その後の調整作業オールレン絡みできました。ご本人の手応えとしてはどうですか。そうですね、当たっている方がもういますけど、僕はどうなんでしょうね、ちょっと回転上がったかなぐらいな感じだったので、ちょっと苦しい感じはするんですけど、前半終わっても、ね、調整作業を、行っていましたけれども、はい、船橋的には具体的な仕上がりはどうですか。特徴がもう全くないんですよね。
なんとかターンにはなってるんですけど、うん、まあ、そのターンになってるので着も拾えてるのかなと思うんですけど、はい、明日は開催5日目の戦いとなります。手元計算なんですが、はい、予選競争は 7.50 で終えまして、はい、まあ、2枠かなというね、内枠あたり、やだ、1枠か2枠かなというところなんですよ、はい、うん、1か2かなというところなんですよね、はい、まあまあ頑張った結果なんで、はい、ファンの皆さんもね、ずっと応援し続けてくれていますので、はい、ありがとうございます。はい、最後にメッセージをいただこうと思います。明日は開催5日目です、はい、お願いします。そうですね、残りもしっかりと頑張りたいと思いますので、ぜひ本庄の方に足を運んでください。それではカメラさんお願いします、はい、後ろで関選手が見つめてるんです映ろうとしてますけど、映ってますか？可愛いやつです ね、 ね、ちょっとだけ見えますかね。宇須島選手、あ、関選手ちょこっと小動物のように映ってます。あっち映してあげてください、あっちをありがとうございます。群馬です。第11レース予選の競争成績です。1着1番宇須島誠、2着5番山口剛。